はい、で今日の話はですね、まあ、カメラのことなんですけども、まあ、僕はね結構普段からこうカメラについてね、いろいろ発信してるわけなんですけども、やっぱね未だに質問がめちゃくちゃ多いのが、まあ、カメラ何買ったらいいですかっていうのと、低予算、低い予算でカメラ何がいいですかみたいなところね、すごいね聞かれるんですよね。まあ、やっぱり、まあ、僕も始めた時に、最初僕始めたの EOS KISS とかだったんですけども、キヤノンのねカメラの EOS KISS とかだったんですけども、確かにあの時にカメラに 4,5 万かとか思いましたよね今ね90万とかのカメラ悩んでるみたいな、そういう感じになっちゃいましたけども、まあ確かに当時はそういう風にね悩んでたんで、まあ僕ね厳選してみました。まあちょっと値段もう少しするんですけども、まあ予算10万円、まあちょっと10万円前後しちゃうんですけども、10万円ぐらいで買えるカメラで何がおすすめなのというところ、ちょっとね僕もいろいろ調べつつ、どれがやっぱおすすめなのかなって考えてみて4つね厳選しました。まあどういう人に合ってるかとかも含めておすすめしていくんで、ぜひ最後まで見ていってください。ということで早速今日の動画いってみましょう。はい、で、僕のおすすめするのは4つ、もう早速いってみましょうか。まあ、僕の今日話すのはレンズと本体一体になってるタイプではなく、レンズと本体がバカッと分かれるレンズ交換式の、まあ、いわゆる一眼カメラって言われてるやつですねの中で、まあ、僕なりのおすすめっていうのをご紹介していきたいなと思っています。でその中でもレンズはセットじゃなく、このボディ本体だけで、まあ、大体ね10万円前後のカメラっていうのをピックアップしてますんで、ぜひ気になる方はチェックしてみてください。で早速もう大本命からいきます。大本命、僕のおすすめするカメラ、10万円で買えるカメラ大本命1番目のおすすめは、持ってきます。はい、こちら、なんとこの α7II っていうカメラですね。これが、今ね中古だと多分ね6万7万ぐらいで買えちゃうんですよ。これはねおすすめです、マジで。ですね、まあスペックとかちょっとねこの辺に書いておきます。画素数とかはすごくですね、画素数は2400万画素ぐらいなんで、まあ十分っちゃ十分のね画素数で、かつですね、特徴としてはここね開くと、はい、ここにセンサーっていうのがあるんですけども、このセンサーっていう部分が、まあ、カメラの要は心臓みたいな部分なんですよね。でその心臓が大きければ大きいほど暗いシーンでも綺麗に撮れるんですよ。でこの α7II っていうのはフルサイズセンサーっていうね結構大きめのセンサーを搭載してるんで、かなりね夜暗いシーンでもめちゃくちゃ綺麗に撮れます。で手ブレ補正も入ってるんで、正直こう写真撮っててこれで困るっていうシーンまあないんじゃないかなっていうぐらいおすすめのカメラです。でフルサイズのカメラ、ミラーレスで比較的こうフルサイズのカメラの中では軽いちっちゃいタイプなんですよね。で画質もしっかり良くて手ブレ補正もついてて、これ中古で6、7万で買えるって革命だと思うんですよね。これはもうめちゃくちゃおすすめです。まあ、一個難点を言うと、動画性能がやや弱くて、今って結構新しいカメラだと 4K 撮れるっていうのが結構標準になりつつあるんですよね。なんですけどこの α7II は 4K は撮れずフル HD だけになります。なんでまあどうしても 4K 動画を撮りたいよって方は別のカメラの方がいいんですけども、まあ、ただね今の YouTube とかテレビとかもそうなんですけども、基本フル HD で 4K とかまだまだ使われてないんですよ。なんで必要に迫られるまでは全然フル HD も十分かなとは僕は思います。まあ、なんで動画もねこれで十分撮れるんで、まあこだわりたくなったら次のステップで 4K のカメラ買うとか、そういう風なのしてもいいかなと思いますんで、このカメラはねすごくおすすめですね。まあ、あと α7II ってもっとねステップアップしたいって方は α7S3 っていうすごいね50万ぐらいするカメラとか、 α1 っていうねすごい90万ぐらいするカメラとか、まあ、使ってるレンズ一緒なんですけども、まあ、使ってるレンズ共有できるんですけども、もっとステップアップするっていうこともできるんで、まあ、そういう将来性も見込んでこのカメラっていうのはめちゃくちゃおすすめです。まあ、中古が嫌だって方は新品でも結構ね普通に買えると思いますので、ぜひチェックしてみてください。ということでおすすめ一つ目はこちら α7II でした。次10万円ぐらいで買えるカメラおすすめ2つ目がこれもねソニーのカメラです。で2つ目がこちら、このね僕のオリジナル作ったカメララップで入っています。これ再販してるんで概要欄からチェックしてみてください。はい、おすすめのカメラ2つ目はこちら α6400 ってカメラですね。これね、まあ、見たらわかるんですけども、
さっきの α7-2 よりコンパクトです。一回り小さいですよね。でこの α6400 はすごく画質が良くて綺麗にいろんなもの撮れて、すごい動画も写真もいけるのにコンパクトなんですよね。まあさっき言ったこのセンサーっていう部分が、フルサイズセンサー、さっきの α7-2 よりも一回り小さい APS-C っていうサイズなんですよね。で APS-C っていうサイズだとボディ本体とかレンズとかも小さくできるんで、結果フルサイズのカメラとかよりも小さく収まるという感じになってます。ただセンサーがちっちゃいから画質が悪くなるかって言われると正直そんなことはなくて、まあ、昼間撮る分にはもう十分、全然十分以上の画質は撮れるし、まあ、夜撮るシーンでも確かにさっきのね、こっちのカメラとかよりは若干ねノイズは乗りやすいかもしれないんですけども、まあ、全然今持ってるスマートフォンとかよりも圧倒的に綺麗に撮れるんで、まあ、これでも十分っていう人はすごく多いです。まあ、スペックこの辺に載っけときますけども、画素数も十分2400万画素あって、でめちゃくちゃ軽くて、動画もね 4K まで撮れるんですよね。動画もね 4K30p っていうところまで撮影することができます。なんでもうほぼ死角はないカメラなんですけども、まあ一点言うならこう手ブレ補正がついてないんですよね。まあソニーのカメラって大体こうレンズ側に手ブレ補正がついてたりするんで、まあ一応手ブレ補正がついてないってところが一個ネックではあるんですけども、まあそれを差し引いてもこのお値段、まあ多分ね新品でも10万、中古でも10万ちょっと切るぐらい、8万とかかなで買えるのかな、ちょっと見てないんですけども、そのぐらいで買えると思うんで、そのねコスパの高さはもうピカイチだと思います。まああとこのね液晶が自分側に向くっていうので自撮りしやすいっていうのもありますんで、特に YouTube とか動画にもこだわりたいよって方はこのカメラ予算10万ぐらいならおすすめです。ということでおすすめ2つ目がこちらの α6400 ってカメラでした。ケイスケの動画で、あと2つ僕のおすすめのカメラね2つあるんですよ。でそれはソニーのカメラじゃないんですよね。じゃあ3つ目のおすすめなんだっていうと、3つ目のおすすめはですね、富士フイルムから出てる XS10 っていうカメラ、これまたおすすめです。こう今まで紹介してきたカメラ α7-2 とか、α6400 っていうのはちょっと前に発売されたカメラなんですよね。それこそ α7-2 とかだともうね5年6年ぐらい前だったような気がします。ってぐらい前のカメラなんですけども、まああの2つは本当にレジェンドみたいな感じで、今回の XS10 に関しては結構新しいカメラなんですよ。でこの XS10 僕もねレビューしてるんですけども、何がいいかっていうと、さっきのね α6400 とシンプルに同じ APS-C っていうセンサーを持ってます。で APS-C っていうセンサーを持ってて、写真もいけます、動画もいけます、で手ブレ補正もついてるんですよ。まあ、なんでほぼ死角ないというか、正直こうフルサイズセンサーのカメラ、このね α7-2 とかのカメラにステップアップしたいっていう欲がないのであれば、全然 XS10 の方が α6400 よりはいいと思います。だってシンプルにね手ブレ補正ついてる方がいいし、 XS10 だったらバリアングルって言って横にねモニターがついてるんで自撮りもねすごいしやすいと、まあ間違いないカメラだなと僕は思いますね。まあじゃあ XS10 のこうネックなところはないんかって言われると、まあネックなところほぼないんですけども、強いて言うならステップアップ先がないって感じですかね。結構こう APS-C とかのカメラ使った人って次にやっぱりこうボケ感とか暗いところの性能でフルサイズにステップアップしたいっていう人多いんですよ。まあなんですけども、富士フイルムっていうのはそこのね APS-C この一回り小さいセンサーっていうのをすごいね注力してて、そのフルサイズセンサーっていうののカメラを出す予定ないらしいんですよね。逆にそれ以上の中盤センサーっていうのがあるんですけども、ちょっとねさすがにそこまでは手が出ない人多いと思いますんで、そのフルサイズこのね α7-2とかの富士フイルム版がないっていうことでステップアップしづらいんですよね。ちょっと次のステップに入りたいなっていう時にカメラとレンズ全部売ってじゃあソニーに行くかっていう選択肢ぐらいしかないので、まあそこが唯一ネックかなと思うんですけども、まあ十分富士フイルムはいいレンズ揃ってますんで、まあ本当にその辺ぐらいで、逆に言うとそれ以外はネックなところがないぐらい僕は完成されたカメラだなと思ってます。 XS10 に関しては新しいカメラなんで中古のカメラがないんので確かね本体だけだと10万ちょっとオーバーするんですよね。10万と7000円ぐらいなんですけども、まあ、10万円以下のカメラと比べるとかなりね性能もアップしてますんで、ぜひこれから買おうと思ってる方ちょっとね一歩踏み出すことにはなると思うんですけども、チェックしてみてくれると嬉しいです。ということで、おすすめ3つ目がこちらの XS10 っていう富士フイルムのカメラでした。で最後4つ目がキヤノンからですね出ております EOS RP っていうカメラです。このカメラは多分中古で10万ちょい、10万ちょこっとだけオーバーするぐらいのカメラだと思うんですよね。
で、センサー、さっき言ったセンサーがこの α7-2 と同じフルサイズセンサーっていうのを搭載してます。で、スペックもまあ十分で写真も撮れるし動画も撮れるんですけども、まあ唯一手ブレ補正がついてないというようなカメラになってます。まあ結構ね、キャノンではあのレンズ側に手ブレ補正がついてること多いんで、まああんまり問題ないかなとは思うんですけども、まあ一応その手ブレ補正がないっていうのが1個デメリットではあります。まあ、ただ α7-2 とは違って 4K 撮影ができるんですよね。まあ、なんでどうしてもこう 4K 撮影したいよって方はそっちのね EOS RP の方がいいかもしれないんですが、でまたねこれもデメリットも一応あって、レンズがね総じてやっぱ高いんですよ。キャノンっていうのは基本ねミラーレスとかじゃなく一眼レフってちょっと大きめのねカメラを取り扱ってる、まあ昔から取り扱ってる会社なんですけども、そのね一眼レフのレンズはめちゃめちゃ多いんですよね。めちゃくちゃ多いんですけども、まだミラーレスのレンズっていうのが少なくて、なんか、まあ、一応こうマウントアダプターっていうのを返せばこのね前の一眼レフのレンズも付けられるんですけども、まあ、その分重くなったりとかするんで僕はあんまりおすすめはしてなくて、って考えると全体的にレンズも含めたら値段が高くなりがちなのがこのね EOS RP のまあ難点かなとは思ってます。まあ、ただ写真も十分撮れるし 4K 撮影もできるし、かつバリアングルなんでね、自撮りもできるってことで、結構まあ中古で10万円ぐらいだったらありだなと思ってますので、まあ4つ目おすすめのカメラは、キャノンの EOS RP っていうカメラでした。ケイスケの動画、はい、ってな感じで今日は4つご紹介しました。まあ他にもねいろんなカメラあったんですよ。まあ、キャノンの一眼レフとか、ニコンの一眼レフとかも結構考えたんですけども、まあ、今から買うならやっぱ流れがね結構ミラーレスに来てるっていうのはあるんで、まあ、今後のことも考えるとミラーレスの方がやっぱりおすすめかなとは思います。ので、今日紹介したのは全部4つともミラーレス一眼ですね。なんか昔のイメージだと一眼レフよりもミラーレスの方が画質悪いみたいなイメージあったと思うんですけども、今そんなことなくて、どっこいどころがミラーレスの方が良かったりするんで、全然そこは気にする必要ないです。まあ、ので自由に選んでくれればなと思うんですけども、まあ、本当に迷った時その4つの中からもう自分の用途分かんなくて絞れないよって方は見た目で選んでください。これマジでもう本当に正直今日ねおすすめご紹介してきてなんなんですけども、結局見た目がいいとか触ってみてフィーリングがいいってカメラの方が絶対いいです。実際に触ってこれがいいって思ったものなら今後使い続けるけど、おすすめされてなんだかんだこう使ってみて、あ、やっぱフィーリング合わないなっていうカメラって今後使わなくなったりするんで、ぜひですね、まあおすすめっていうのも参考にしていただきつつ、見た目で選ぶのは非常に大事なんで、ぜひそういう選び方をしてみてください。って感じでよくね来る質問に今日は答えてみました。まあ10万円ぐらいでねどんなカメラが買えるか、どんなカメラがおすすめかっていうのをご紹介していきました。今回の動画いいと思ってくれた方は高評価ボタン、あるチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それと SNS と Instagram、Twitter とやっておりますし、こちら、僕のねオリジナルのカメララップの再販もしておりますので、ぜひ概要欄の方からチェックしてみてくれると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。そう、よくカメラで5万円ぐらいのないですかって聞かれるんですけども、5万円ぐらいのは僕はあんまりおすすめしないですね。だってスマートフォンがもう10万円ぐらいする、でスマートフォンの進化って今カメラ機能ほぼカメラ機能だけなのに、それに10万円かけてるのになんでカメラはそれより安くなっちゃうんだろうってすごい疑問があって、なんでやっぱりしっかりした画質で撮るっていうことを考えると、だいたい10万円ぐらいはまあ予算として見積もっといた方がいいんじゃないかなと僕は思います。まああくまで一個のね考え方ではあるんですけども、ぜひ参考にしてみてください。